コンプレアノ。1月18日生まれさん、お誕生日おめでとうございます。ということでね、今日は1月18日生まれさんのお誕生日占いやっていきたいと思います。1月18日生まれさん、確かねビートたけしが1月18日だったと思うんだけどな、多分間違ったらごめん。鋭い知性とビジネスセンスを持った野心家が特徴。この日生まれた人は抜け目なく魅力的な人柄で、人生を成功させる能力において人を一歩秀でています、人から秀でています。はい、野心家で人間が大きい指導力を持っているので人の上に立つことを好みます。まさにビートたけしやね。正し高圧的な態度を取る傾向があります。ほんまやね。たけしやね。あなたは博愛主義な一面もあり、部下の性格を考慮しながら指導に当たることができます。支配性である乙女座からは鋭い知性とコミュニケーション能力を与えられています。卓越した組織感覚とビジネスセンスを持ち、成功のためならどんな努力も惜しみません。実務能力と鋭い観察眼に恵まれていますが、他人の荒探しをする癖は直した方がいいでしょう。良識と優れた集中力があり、深く物事を考え素晴らしい成果を上げることができます。社交的で親しみやすい、リラックスしている時には独特のユーモアや風刺のセンスを見せます。ただ気落ちしやすい性格で自信を失いがち、冷静さを保ち視野を広げることが肝要です。そうすれば人に優しくなれ、温かく寛大な人柄を理解してもらえるでしょう。独創的なアイデアにあふれ、情熱と壮大な計画で人を触発する力を持っています。3歳から32歳までは太陽が水瓶座にあり、個性、友情、自由への欲望、欲求、グループ意識などが高まり、33歳になると太陽が魚座に移り天気が訪れ、これを機に感受性、想像力を重視するようになるでしょう。もうビートたけしが頭から離れへん。1月18日の、あなたに隠された秘密。詳細やお金儲けの才能があり、優れた判断力と公平な態度で人をや状況を適切に見極めることができます。影響力があり、人々に知識を与えることを責務と考え、正義や理想のために立派に戦います。ただし物欲にとらわれて遂行な目標を見失わないように注意です。冒険心が旺盛なので退屈しないような生活も変化が必要です。組織や責任にあまりとらわれてしまうと落ち着きがなくなりイライラします。うまくバランスをとることで欲求不満を解消するための衝動買いや極端な行動を防げるでしょう。生き生きとした感受性を表現する手段が見つかれば、あなたはその不思議な魅力と機敏な対応で人々を魅了し楽しませることができます。1月18日生まれさんに適した仕事、有能で独創力にあふれ才能を実践に生かそうとします。イメージ作りの優れた才能があり、広告、ファッション、マスコミ方面の仕事がぴったり。感性が鋭いので作家になったり、俳優、制作者として映画の演劇の世界を志すのもいいでしょう。まさにビートたけしやんか。ビジネスでは直感や第六感を、の強さを生かし、銀行、投資、株取引などで成功できるでしょう。思いやりのある性格は医療に関わる仕事も向いています。また科学技術の分野で研究者になることもおすすめです。1月18日生まれの、あなたの恋愛。人間関係においてバランス感覚を保つことが大事。あなたはその時々によって冷たくなったり優しくなったりするようです。重要なのは常に知性を刺激してくれる友人やパートナーを持つこと。そうしないと何らかの脅迫観念に取りつかれたり理屈っぽくなったりするでしょう。
働きすぎてパートナーのために十分時間を割かないと問題に発展する恐れがあります従って依存心が強くないタイプの人を選ぶといいでしょう。いずれにしてもあなたは誠実で愛情深い、協力的な友人やパートナーになれますっていうことやねんけどもね。長所、前向きである、自己主張が強い、勇敢である、意志が固い、有能である、適切な助言を与えることができる。短所、感情を抑えきれない、怠慢である、怠惰である、秩序がない、自己中心的である、仕事を完成させない、誤解されやすい。そういうところね、気をつけて、振る舞ってもらえば多分いい方向に行くと思う。かなりね、いろんな分野でね、秀でた人やと思うのよ。1月18日生まれさん、ね、1月18日生まれさんの有名人、北野武、ビートたけしやね、やっぱり、はい。で、哲学者のモンテスキュー、おすぎとピーコのピーコ、あ、もちろんおすぎも双子やもんね、はい。でケビン・コスナー、山崎育三郎、育ちゃんやね、ナッチの阿部夏実の旦那さんやね、あーちゃん、育ちゃん好きやね、荒川よしよしさんあの人結構ね、味のある面白い人よね、ちょっと好き好きこの人も。で、知恵さんって多分これあれやと思う、ビッチ先生、コロ先生の出てくるビッチ先生の人やと思う。秋野陽子さん、片桐はい、で小倉慶、笑福亭鶴子、鶴子でおまやね、はい、で森山良子ね、まあ結構いろんなね著名人がこの日生まれるね、いてるよね、うん。まあ、だからね、本当にね、もう本当ビートたけしはこの誕生日生まれのぴったり当てはまってるなって思った。こう読みながらもビートたけしが頭から離れへんぐらいね、本当にね、知性がすごい高くってね、すごい、なんていうかな、そういう人を笑わせる才能があったりね、ユーモアがあったりで、社交性が、ね、あってね、こう人を親しみやすくで、やっぱりその知的なコミュニケーションが取れてね、やっぱその、なんていうのかな、人にね優しい、みんなにこう優しくこうね、できるっていうのかな、博愛主義っていうところもね、愛される点やと思うんだけどね、だからね、自分が正義やと思ったら貫くっていうね、理想のためにね、なんていうかな、自分のことよりも他人のことをこうね、してあげるってところもあるしね、だからそういうね、ネガティブなところ、さっきのね、短所、感情を抑えられへんとか、怠惰とかね、秩序がないとか、自己中心的とか、仕事を完成させない、誤解されやすいっていうところをね、うまく気をつけると、すごい、伸びしろっていうかな、上から目線でごめんけど、伸びしろがあると思います。はい。ということで、1月18日生まれさん、お誕生日占い、いかがでしたでしょうか。よかったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。